それでは、ヨガの講師をされているエミさんに今日はお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですが、どのような夢やビジョンをお持ちですか？はい、夢やビジョンはですね、まず夢は、自宅にパンを販売するヨガスタジオをオープンすることが夢になります。はい。こちら、私、自宅にで最初に言わせていただいたんですけども、結婚してからと主人の仕事の都合で転勤が多い仕事なので、もうずっと全国回っているんですけども、なんですか。はい、いつか家を建てるときにヨガスタジオをオープンさせたい。で、あとは自分がパンを作るのが好きなので、そこでパンも販売できたらなと思って、はい、今その夢に向かって走っている最中です。なるほど。はい。じゃあですね、その次の質問をしたらもっとエミさんのことが分かるかなとか思うんですけど、それを具現化するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？そうです。はい。私はヨガ、今ヨガの講師をメインでさせていただいているんですけども、ヨガの講師の前には、大手の料理教室で講師をしてました。はい。主に、パンとお菓子のレッスンをしたんですけども、はい。そこで、まあ、製菓衛生士として、レッスンをさせていた経験もございますし、あとは、そのヨガスタジオにむ、あの、オープンに向けて、ヨガの、資格を取っても、なおかつ師匠についてご指導いただいて、その学びを多く、はい、している最中でございます。はい。計画というとどんな感じになってきますか？そうですね、最初はまずは勉強と思って資格を取らなきゃと思って資格を取っていたんですけども、その後やっぱりただその資格だけではなく、その経営をするためにあたってどういうことが必要なのか、そのやっている方の後ろで、はい、自分もこういう先生のようになりたいっていう感じで、はい、計画をしております。こんな先生になりたいっていうのはちなみにどんな先生ですか？はいですね、ヨガっていうと、どうしても、マットの上で、ポーズを、取ることが、多いと思われがちなんですけれども、生活のあらゆる全てのものがヨガと捉えられている、ものを私は学ばさせていただいているので、はい、その生活の中でいかに、まあ、女性、自分もそうなんですけども、女性が輝けるか、ね、輝かせることができるかっていうのをされている師匠についていたので、自分もそのようにしていきたいと思っております。なるほど。はい。ではですね、その次ですね、3番目の質問になりますけれども、その目標計画に対して、現在どのような活動をされているのか、そこら辺をお聞かせ願えますか。はい、先ほどもお伝えさせていただいたんですけども、引っ越しが多いと、まあ、出会いと別れがすごい多くなってしまう。で、リアルでお仕事もさせていただいたんですけども、今度は引っ越し、さらにコロナで外に出れなくなってしまったので、オンラインで何ができるかなっていう時に、ちょうど、まあ、そのオンラインコロナになる前からそういうお話はいただいてたんですけども、ライブ配信アプリで公認のライバーとしてオンラインで活動させていただいたりとか、あとは、その知り合いから声をかけていただいて、オンラインのイベントに参加させていただいたり、はい。で、そこで活動をさせていただいて。オンラインのイベントっていうのはどんな感じなんですか？オンラインのイベントは、リヨモっガていですう、あ、ヨガです。ヨガか？と、あとは、
この今私が頭につけているこのターバンの販売、あのこれオーダーで私が作らせていただいてるんですけども、すごいですね、素敵ですねありがとうございます。はい、でこちらをあのマルシェ形式でやるんですよ、そのオンラインのイベントっていうのは。あのリモっていう機能がツールがあるんですけども、そのリモっていうのはこのズームがこう一個一個小部屋になっている状態を上から眺めて好きなお部屋にポンポン入れるような、はい、ツールなんですけども、はい、なので、まあ、リアルとオンラインは状況は変わらないんです。上から見てるだけなんで、そこで自分の好きなところに行く、でそこで自分はこのターバンを販売させていただいたり、ヨガのレッスンをしたり、はい、しておりました、うん。なんかあれですかね、そのパンとパン作りとか、うん、あとヨガもそうですし、ターバンもそうですし、何、うん、かそこで関連性、うん、エミさんの中では一つになんかつながってる何かがあるんですかね。あ、はい、あの女性がなんかこうちょっとこう身近なものを手にした時に少しワクワク感とかときめきとか、なんかこう気持ちがなんかこうなんか踊る楽しくなるようなことが何かないかな、自分もなんかこういうのが好きだなっていうので、で、はい、始めています。なので、ね、あの最終的にはまあ健康につながるのかもしれないんですけれども、全て食に関しても野菜ソムリエプロとして活動させていただいた、で食は体を動かすことでヨガですね、であとはちょっとこう身近なものをにちょっと手を加えると気持ちもなんか上がる、はい、そんな感じで自分の中ではつながっているかなと思っております。そうですね、はい、なんかたくさんね、うん、いろいろされてる、うん、活動されてるなっていうふうに思ってたので、なんか何かはそう自分の中でポリシーなんかビジョンが一つ見えてて、うん、全部つながってるのかなっていうふうに感じてました、うんうんうん、ありがとうございます。なんか輝く女性を作りたいみたいな感じなんですかね、うん、そうですね、そうです。あの私自身がいろいろなところで住んでいて、であの引っ越した先は最初は誰も知り合いがいなくてちょっとこう孤立した感じになるんですね、はい、なのでなんかそういう自分のその経験をもとに何かこう話す場とかちょっとつけて変わるとか、はい、自分の中ではあのあれですね、一瞬にして気持ちが変わる何かがあるといいかなと思って、あ、はい、切り替えるきっかけ、切り替えるですね、そうですね、提供するみたいな感じですか。あ、なるほどなるほど、うんうん、はい、じゃあ次の質問で、そもそもじゃあその夢とかビジョンを持ったきっかけは何ですか、うん、っていうことですね。あとそこにはなんか発見とか出会いとかが何か、うん、あの隠されてたのかなとか思いまして、そこをぜひお聞きしたいです。あ、はい、ビジョンはですね、このきっかけですね、はい、はいはい、やっぱりきっかけは、まあ、自分の経験からなんですけども、そのさっきもお話しさせてもらったんですけども、引っ越しが多くて、で自分がなんかこう一人になった時になんとなくあの気晴らしで子連れでヨガができるっていうところを見つけて、うんうん、でたまたまその気晴らしで行ったところで、その時の先生がなんかあのみんなにおっしゃってたことが、今ここに来れたことに感謝しましょうってお話しされてたんです。ヨガのポーズよりかはお話しすることが多くて、いや、なんかその言われた時になんかハッとして、あって、なんかそれまで自分はなんかこう悲観的とか批判的な気持ちになってたけども、そっか、今ここに来れたってことは家族が健康で元気で自分も健康で元気だからここに来れたんだなって、なんかその時に、あ、この普通って普通じゃないんだって思って、うん、はい、それがきっかけですね、うん、はい、そういう気持ち、同じような、私と同じような環境であのいろんなところで過ごされている女性の方がいらっしゃったら、なんかそういう方に
何かこうお伝えできるものがあればなと思ったのがきっかけです。なんか女性に特化したのは何かあるんですか？女性に特化したものは、そのヨガの中で、ビガンヨガっていうのがあって、フェイシャルリンパマッサージを、ビガン。ビガンです。ああ。で、顔だけじゃなくて、この顔の流れも良くなるように、体の末端からほぐしていって、で、ヨガのポーズもして、で、最終的にビガンになるんですけども、そういうのをヨガに取り入れたりとか、あとは野菜ソムリエプロとしてベジヨガっていう内容もさせていただいたんですけど、その時ね、日本は四季がありますので、その季節季節の大切、あの食事、ね、夏場に冬の野菜、冬に夏の野菜は良くないじゃないですか。なので、そういう新豆富士とか、そういう今取り入れるといいお野菜をこのように調理するといいですよっていうのをヨガをしたその間に講座として入れてました。面白いですね。あ、すごい。あ、なんか、ベジヨガ。なんか、いろんなヨガのスタイルがあるんですね。そうですね、ヨガも流派がたくさんありますし、内容もたくさんありますので、私の中でその食に対してお伝えできることが、たまたま野菜だったり料理教室の講師の経験だったりしたので、その来てくださっている女性の方たちが、何かそのポーズだけじゃなくて、家に帰ってからもできるようなことを、提供させていただきたいと思って、内容に盛り込んでおりました。なんかあれですね、ヨガだけだと、そこのマット引いたそこだけっていう、さあ、ヨガやりましょうっていうところだけになりがちですけど、日常の食から何かこう、生活の美顔も言ってましたからね。そうですね。大根一つ切るのも、ヨガの要素で大切なのは、息と体と心なんです。だから大根を切るときに正面向かないとうまく切れないし、心を込めて切らないとダメだし、息も荒かったり深かったりしても、その切り、千切りだって変わってしまうので、そこでヨガの要素が入っているんですよっていうお話をすると、普段当たり前にやってることなんだけど、それがちょっと頭に残ってることで、今呼吸を整えなきゃいけないんだと思って、こう切っていただけたらなと思って、自分自身もそうなんですけど。いや、すごい感動なんですけど、すごい、そんな、なんでしょうね、世の奥様方がそこで、なんか、子供さんがワーキャーワーキャーやってるところで、バタ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 ね、支度してとかっていうのをよく見ますけどね。そうですね。そうそなんんな、そん、そうですね。本当大事ですね。一瞬一瞬を大事に生きるっていうことをおっしゃってるのかなともそうですね。思いますですね。ね。じゃあ、最後の質問なんですけれども、その発見や出会いの背景に、そもそも何があったのかなっていうところをお聞かせ願えますか？この発見ですね。やっぱりヨガに戻っちゃうんですね。やっぱりいろんなことをやっていても、最終的に自分の真ん中にあることはヨガで、で、ヨガの何って言われれば、呼吸。呼吸が大事で、どこの場面でも呼吸を意識すると、気持ちも変わるし、体も変わるっていうのを、改めて感じています。呼吸に行き着いた背景は何かあるんですか？そうですね。呼吸に行き着いた背景は、やっぱり自分の育児なんですけども、やっぱり子供に対して注意をするときの自分の息が浅あ、へえ、なるほど。い。で、そのヨガを学ばせていただいてから、呼吸が大事っていうのを知って、そういうときにはちょっと少し離れて深い呼吸をしたり、あとは何か大切な場面で人前で話すときに、緊張する。呼吸が浅いって自分で意識して、で、そこで自分でその呼吸を
腹式呼吸をして深い呼吸をした時に変わっていく感じがして話がしやすくなる、うん、呼吸ですね、うん、なんかじゃあ呼吸の、あ、呼吸が浅いことに気がついたってことですかね。そうですね、呼吸が浅いことに気がついた。あ、深くなった時の呼吸が楽になって、で肩が下がって楽になるんですね、うん、そういう体が変わっていく感じもその呼吸から感じましたね、はい、あ、なんかすごいですね、呼吸が止まったらし、ね、生きていけないのでね、うん、人間はね、そこで自分の状態に気がついたっていうところがあったんですかね。そうですね、なんかこう常に外ばかり見ている自分じゃなくてちょっと振り返る自分、あ、中を見て、まあ、ヨガ自体が内観は、ね、はい、うん、そうですね、大きいですよね、うん、それで呼吸の大事さとの出会いっていう、そうですね、日頃からじゃあ中を見るというのはよくやられてたんですか。そうですね、それが気がついてからは自分の中で普段の日常の中でもうそれこそ日常で生活の中です。ヨガではなく、ヨガではないというか、まあ、生活すべてがヨガと捉えられるんですけど、マットの上だけじゃなくて普段の生活で意識は、はい、もうしていますね。ヨガを学んでからは、はい。じゃあそもそも毎日あのマットだけではなくて、うん、日常がヨガであるっていうような生き方っていうかライフスタイルが、うん、エミさんの中に確立してて。うんうん、すごいそれが良かったからたくさんの方に、女性にっていう感じでもあるんですかね。そうですね、はい、なるほど、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日は、ヨガ講師の、エミさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。